睡眠の確保。シエスタをする二人の男性を描いたデッサン。歩くこと。イギリスで行われている、ウォーキング・フォー・ヘルスという活動。積極的に歩く機会を設けることで健康を保つ。ヘルシーフードピラミッドを考慮した食生活を送ること。ゴミ屋敷は衛生ケアができていない。セルフケアとは、自分自身をケアすること。すなわち、自分自身で世話をする。 面倒を見ることである。看護開発協議会は、対人関係及び、コミュニケーションを通して学習された、一人一人が管理、意図し、自発的に行う、自己節制的な行為と定義している。成人は、理性的な生活及び健康を維持するために、自らをケアする権利及び責任を持つ。セルフケアは、プライマリケアにおいて、疾患ケアの基本である。自己管理は、 非常に大事であり、セルフケアを学習し、目的を持って継続的に取り組むべきであるともされる。セルフケアは、世界各国において、医療非常症という問題に対する解決策の一つであるとされている。セルフケアは、保険社会的ケアの基礎的な橋医療機関で行われる、セルフケアというものもありはするが、これは、本来の意義とは逆のところに位置している。 現代医学においては、予防医療もセルフケアに近い概念とされている。医学的助言を受けておらずかつ、精神疾患を持っている人々というのは、セルフケアをうまくできていない、という。健康とは、身体的、精神的、社会的に完全な良好な状態であり、単に病気あるいは虚弱でないことではない。風憲症人間の本質的欲求として、すべての人々が必要とする。 セルフケア要件がいくつかある。人は空気、水、食物を取り入れる必要があり、それを瓶として排泄した場合はケアを必要とする。睡眠と活動のバランス、孤独と社会的活動のバランスも大切である。人に危険をもたらすものの予防、敬遠、社会集団における発達も大事である。人の成熟には、セルフケア能力の自律的発達が必要とされる。 セルフケアの評価尺度には以下が存在する。そもそも、軽度の怪我や、軽度の身体的不調の多くは、自然治癒力で治るものである。十分な休養をとり、適切な栄養をとり、適度に身体活動をすれば、自然治癒力が活発に働き、体それ自体が高度なシステムを働かせて、細胞レベルでも適切な活動が起き、身体自体が体を治してくれるのである。 これはすでに古代イギリシャの時代から医学の父ともされるヒッポクラテスが説いていたことで、現代に至るまでこの基本は変わっていない。ヒッポクラテスも言っているように、そちらが肝心なのであって、医師がやるべきことはその自然治癒力の邪魔をしないようにすることである。自然治癒力をないがしろにして、作為的な手法で体に薬物などを注入するようなことをして、 自然治癒力を妨害してしまうようなことは邪道なことで、本末転倒だとヒポクラテスの時代から指摘されているわけである。一人一人の人も、本来ならば、わざわざ健康を商売のネタにしている、人々のところに行き、料金を払ってまでして、わざわざ自身の自然治癒力を妨害する必要はなく、また本当は、妨害などせず、 自然治癒力を根本の柱にする方が望ましいわけである。ただし、その人自身も知らず知らずのうちに、自身の自己治癒力を妨害してしまっていることがあるので、そういうことはしないようにしなければならない。つまり、普段から一人一人が自分の健康に配慮し、自分の生活習慣を管理し、自発的に自己節制を行うこと、つまりセルフケアを行うということは、 必要なのである。例えば次のようなことは基本である。つまり、近年の日本では生活習慣と呼ばれるようになっている。様々な行為や選択に注意を払い、適切な行為、行動を行うということが必要なわけである。また次のようなことも有意義である。健康に責任を持つには、まず普段から自分の健康に責任を持とうとする意識、自覚が必要で、 普段から生活習慣を整え、睡眠を十分にとり、食事内容に気をつけ、適度な運動を行うことが基本になる。例えば睡眠不足になったら、自分で意識して、きっかけを作り睡眠を十分にとるようにする。食事に関しては、自分の食事内容を自分自身で気にかけ、日々の食事内容を意識的に記録し、カロリーの計算や栄養素の検討を行い、 特定の栄養素の過不足になったら、それらの量を調整する。また、誰から指摘されなくとも、自発的に運動不足になる前に、普段から自覚的に適量の運動を行う。こうしたことが基本なのである。日本人は、昔から温泉を活用してきた。例えば体が不調な場合は、当時場で、比較的安価に長期滞在し、体の不調を自力で治してきた歴史があり。 現在でもそれは行われている。徳川家康は自分の健康に留意しており、当時としてはかなり長生きした。平時にはお供と共に高狩りなどに出かけることで適度な運動をとっていた。山夜を歩くことになる高狩りは結構な運動となったのであり、精神的なストレスの解消ともなった。また家康は漢方薬、薬草にも造形が深く、医者にむやみに頼らず、 自ら調合した薬を服用していた。また当時の他の武将たち同様に、家康も温泉を活用した。ありがとうございます。